マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたはダイエットだから食べるのを我慢していませんか？でもやっぱり食べたいなって思いませんか？そこでこの動画では美味しく食べながら痩せるレシピがわかるんです。もしあなたが美味しく食べながら健康的で綺麗に痩せたいなとお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、最強の痩せるスキャベツレシピお伝えしていきます。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこのスキャベツレシピで痩せるんでしょうか。2つ目、最強の痩せるスキャベツのレシピお話ししますね。では1つ目の項目です。なぜこのスキャベツレシピで痩せることができるのか、その痩せるポイント2つあります。1つ目です。それはあなたの腸内環境が整うからなんですね。もし健康的で綺麗に痩せたいのであれば何をするのか、大前提が腸内環境をまずは整えてあげることなんですね。そうしないといくら頑張っていろんなダイエットをしたとしてもね、もともと痩せ体質に生まれ変わっていないので、待っているのは痩せたとしてもやっぱりリバウンドなんですね。それではもう元も子もないわけです。きちんとあなたが根本的に痩せ体質へと生まれ変わることができたら、やはりリバウンドなしで痩せることができるわけですね。そのためにはやはりですね、あなたの腸内環境がいかに整っているかいないかにかかっているわけです。ではどうしたらよいんでしょうかということで、まずは痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちをやっぱり増やしてあげて、元気にしてあげて、いつまでもあなたの腸内で気持ちよくね、ああここ気持ちいい最高ってやっぱり住み着いてもらう必要があるわけです。ではその善玉菌たちでどうやって増やせばいいと思いますか。それはね、発酵食品を摂ることなんですよ。他にもいろいろありますが、今回は発酵食品がポイント。そして2つ目、食物繊維です。これもすっごく大事なんですよね。痩せるためには食物繊維が欠かせません。なぜかというと、腸にとってめちゃくちゃありがたいのがこの食物繊維だからなんですね。この食物繊維があるおかげで、あなたの腸がデトックス、きれいに大掃除することができますし、何よりも暴走する食欲をね、事前に抑える効果もあります。なのでこのレシピを使うことで、あなたの腸内環境が整って、結果痩せ菌たちが増えて、いつまでもあなたの腸内で住み着いてくれるようになる。なぜかというと、痩せ菌たちの餌、大好物なのがこの食物繊維だからなんです。ですからこのレシピを使って、しっかりとこのダイエット効果使っていきたいなと思います。ではここから2つ目の項目です。最強の痩せるスキャベツレシピということで、材料が持つダイエット効果と、そして材料、作り方、注意点ですね、この流れでお伝えしていきます。まずはスキャベツですが、酢を使います。でその時に選ぶのがこちら、リンゴ酢になります。リンゴ酢はね、とにかく脂肪がどんどん燃えて基礎代謝がアップします。またその結果脂肪がつきにくくなっていくんですよね。そして太るもと、血糖値の急上昇をぐっと抑えてくれるのがこのリンゴ酢なんです。誰だって食べたら血糖値って上がります。特に甘いものとか脂っこいものは急激な血糖値上がってしまうわけですよね。白米とか菓子パンとかもそうです。それをぐっと抑えてくれる効果があるのがこのリンゴ酢なので、特にどうしてもそういったものをね、食べないといけないそのシチュエーションになった時に、リンゴ酢を味方につければいいわけです。そしてね、じゃあなぜそもそもたくさんあるお酢の中でリンゴ酢なのって思いませんか。それはね、理由があるんです。こちらです。酢酸の働きが一番高いのがこのリンゴ酢なんです。でこの酢酸のおかげでですね、腸がめちゃくちゃ元気に働いてくれるんですよね。なのでどうせ使うならダイエット効果の高いリンゴ酢がいいと思いませんか。またこのリンゴ酢はね、食欲を抑えてくれる効果もあるんですよ。満腹感を得やすいんです。なのでね、こう食べても食べてもなかなか満たされないという方は、このリンゴ酢の力を使ってその暴走する食欲をね、ぐっと抑えてもらっちゃいましょう。またむくみ改善効果もあるんですね。これ嬉しいですよね。せっかく体重が落ちたのにむくんだままって嫌じゃないですか。見た目すっきり綺麗にデトックスですね。その時にこのリンゴ酢を使って、こんなにもあるダイエット効果をうまく味方につけていきましょう。では2つ目の材料はこちらです。
キャベツになります。これもできればね、無農薬の有機栽培の良いキャベツ使ってみてください。まずはキャベツはね、なんと一度に2種類の食物繊維が同時に取れちゃう、いいね、優等生のお野菜ですね。でその結果、あの食物繊維が豊富なのでお腹すっきりデトックスできますし、腸内環境も整います。先ほどお伝えした通りですよね、痩せ菌たちの大好物、餌がこの食物繊維なわけですから、ここでしっかりと取ってあげましょう。また低脂肪で抗酸化作用も強いのがこのキャベツの特徴です。そしてここで味付けなんですけれども、今回は塩麹、3つ目の材料ですね、使います。塩麹は発酵調味料なんです。なのでよくね、スキャベツのレシピ塩を使う場合もあります。それはそれで OK です。私の場合は天然のお塩ですね。その動画もアップしてますが、ここでポイントは発酵しているってところなんですよね。先ほどお伝えした通り、発酵食品は痩せ菌がいっぱい入ってますよってお伝えしました。なので今回は天然のお塩の代わりにこの塩麹を使うわけです。そうしますと、まあ、発酵してる調味料ですし、また酵素を多く含んでいて、オリゴ糖もね、作りやすくしてくれるというか、優れものの発酵調味料ですから、ぜひスキャベツを作る時に今まで使っていたお塩の代わりにこの塩麹を使って作ってみてはいかがでしょうか。ではここから材料と作り方注意点についてお伝えしていきます。まずは発酵スキャベツ作り方です。キャベツが1/4、リンゴ酢が 100ml、 塩麹が大さじ1、そしてこれらの材料を入れるためのチャック付きのね、保存袋を1袋、そして作り終わったら保存容器、できれば瓶でできている熱湯消毒ね、シャフト消毒できるような保存容器を選ぶとベストです。ではここから作り方です。もうめちゃくちゃ簡単なので口頭でお伝えしていきたいと思います。まずはキャベツはお好みで千切り、もしくはざく切りで切ってくださいね。でそのキャベツをこの保存袋に入れましょう。そしてその後にこのリンゴ酢と塩麹を入れて手で軽く揉んでね、なじませたら一晩冷蔵庫で置いてください。そしてね、一晩開けたらこの熱湯消毒、シャフト消毒したね、ガラス製の瓶に詰めていただきますと、まあ、大体冷蔵庫で1週間ぐらいは持ちますが、もう1週間も待たずとね、美味しくて食べてしまうと思うんですけれども、そういった手順で作ってみてくださいね。ではここから痩せる食べ方ポイントについてお伝えしていきます。まずはですね、まあ、どんなにダイエット効果の高いこのスキャベツであっても、こればっかりとかね、食べ過ぎてしまっては NG ですよ。やはり痩せるためには栄養バランスが大前提ですから、さまざまな食材を腸に入れてあげると、さまざまな細菌たちが来てくれますから、バランスが大事。そして1回あたり1日ですね、だいたい 100g 程度召し上がっていただけますと効果が出ますから、まずは1日 100g 程度を毎日毎日美味しく食べて続けてみてくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。この動画のお話ポイントまとめは、ダイエット効果の高い材料を使っていて、しかも発酵している調味料を使ったスキャベツでしたね。もちろん王道のスキャベツレシピも私別動画でアップしてますから、ぜひそちらも実演コーナーも入れてますのでご覧いただいて、で時々ね、この塩麹を使った発酵スキャベツもバランスよく作ってみて召し上がっていただけたらなと思います。それではこの動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録いただけますととってもとっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。